多分だけど、今年からなのか分かんないけど、かわいい、この衣装マジかわいいな。かわいい、漏れてる。てかこの髪型似合うな。この口がいいんだよな、こうっていう、このっていうこれ、この口黄色似合うね、かわいい。いやマジ黄色をチョイスしたの本当に天才だと思う、しのぶさんかな。マジかわいい、超かわいい。衣装着てあのワンツースリーフォーってメガホン持って言ってたのめっちゃよかった。これかわいい、しかもちゃんと指4になってるし、いいないいな、ちゃんと指4になってる、かわいい。ここに配信中辛くなったら見よ、ちょっと配信疲れたら見よ、ここに置いといて。ガチかわ、マジで。もう推しメン生きてたら私はもう何でもいいや。ない年だよ。夜やめないでずっと輝いてる君を見たい、もうずっとずっとずっとステージにいて。かわいい。これに直筆サイン今度もらっちゃダメかな。ここにサインあるけど、直筆サインもらっちゃダメかな。いやでも、どうしよう。そう、こいつのさ、生写これにしようかな。こっち確かサイン入ってないし、普通の生写だから、生写っていうか多分特典かなんかです。いやーでも生徒、あーどうしよう、わーずずしいかな俺のサインだけいらん、おめえのサインはいらねえよ。ナルさんには可愛いユニットで見たい、セクシーなユニットで見たいか、可愛いユニットで見たいです。足りないユニット見てみたい。無理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 、そんなのできない。トリトンさん、かぼちゃありがとうございます。生誕ティー、生誕ティーダメだ。いや生誕ティーに書いてもらったら着れなくなって洗濯できないじゃん。ナルさんには私が卒業するまではアイドルしててほしい。だって卒業公演絶対行きたいもん、何があっても行きたいもん。日付変わって11月2日だ。あ、びっくりした。え、今日2日、今日1日じゃなくて、え、今日2日だっけ。今日1日だよね、まだだよね、まだ変わってないよね日付。今日1日だよね、明日です。お歌は明日ですね。上山さんセンターのクラクションが好きすぎて毎日。あ、本当？でもね、リコピさんを見に来てくれてたんですけど、リコピさんとこの前その連絡取ってたら、めっちゃ良かったよみたいな、楽しそうだったって言われたまあなかなかセンターに立たせていただける機会なんてないですからね。しかもあの曲自体もやっぱ結構盛り上がる系というか、アップテンポな曲だから、嬉しかったです、センターできて。
なんかさこうちゃんとセンターって感じじゃん、あの曲って。特にやっぱアイヤーでの曲ってさ、1位の人がもうフューチャーされますみたいな感じじゃん、当たり前だけど。なんかだからこそこうなんかもうセンターですみたいな、ダブルとかじゃなくて単独でセンターみたいなのを本当にすることってなかなかないからさ、だからなんかすごい嬉しかった。私やっぱさ思い入れのある楽曲なわけじゃないですか。嬉しいなって思いました。真ん中で一人でやっぱ踊ってみたかったからさ、あれこう囲む側じゃない方。まあただ残念なのはやっぱセンターのポジション入るとセンターの衣装だから自分の衣装が着れないのはやっぱ残念ですけど、まあでも形はそこまでは大幅には変わらないし、なんなら逆に一人だけの形なわけだから特別ではありますよね。言葉だけではきっと信じちゃくれないから、アクセルを踏め。そうね、私の衣装はヒナと、新芽だったヒナと同じ形で2着あるから、センターであの衣装着ることできないのよね。見た、出る前に立つと緊張するよ。だって前に誰も人がいないから、最悪分かんなくなった時に見れないっていう恐怖もあるから。明日よろしくね、頑張ります。よろしく。でもなんかマジ大雨っぽいからカメラ持ってくる人も気をつけてね、明日のスポーツオブハート本当気をつけてください。カメラ水没させないでね、あといっぱい撮ってください。オレンジチーム応援するために鉢巻きと T シャツ買ったのに、なんでだよ。レッドチーム応援しろよ、我レッドチームなり、レッドチームの応援しろよ。明日の方少し俺本当？じゃあ3日の試合は絶対あるな、取りに行った。クソクソとか言ったらダメだけど、イベント自体はあります。一応今のところ明日よっぽどなんかもう大豪雨とかじゃなければあります。でもなんか私先輩からのこう曲の継承みたいなのめっちゃ憧れてて、例えばなんだろうな、例えばって言われたら難しいんだけど、この先輩のセンターの曲をこの子が引き継いでるみたいなよくあるじゃないですか。特にそこにこうストーリーがあるとさ余計いいじゃん。なんかずっとファンだったとか、そうずっと憧れだった先輩のセンター楽曲をみたいなあるじゃないですか。めっちゃそういうのってすごい憧れるんですけど、私もなんかないかな。うん、クラクションやっぱ自分も折り面に入ってる曲だからまたそことはちょっと違うんだよね。なんかそういうのさいいなって思うの、憧れない？なんかやっぱりみたらし団子に本当会いたくて、でも会いたくて私センターやったことないんだよね、なんだかんだ。うん、あと一人で歌う歌を歌いたい。一人で歌い出しとかやってみたいよね。ジュークボックス、ジュークボックスはねねさんがいるから、まだまだねねさんには現役でやってもらいます。長い光長い光やってみたい。初めての星ね、やってみたいけど、でもどうなんだろう。でも多分アンダーで私そこ入らないと思うな。例えばねねさんがなんか急遽で出れなくなったとしても私じゃないと思うんだよな。でも今私リハ期間で病んだので、リハ期間大体本当に自分って何もできないんだなと思うんだよね、本当にマジで。マジで全然できないの。なんか夜起きて確認したり、今日は
投資だったから、昼夜投資確認だったから、そう私ちょっと早めに入って練習したんですけど、それでも全然できなくて、なんかなんでこんなできないんだろうみたいな、これできなかったら10周年した意味なくないとか思って、なんかびっくりしちゃった。左の T シャツ確かに、あ、かわいいめちゃめちゃかわいいな、かわいい顔してる。まあそんなわけですよ。やっぱなかなかさ、そんなうまくはいかないじゃないですか。なんかやっても同じとこ間違えたりとかさ、結構ショック受けちゃった。何もできないなって思って、難しいですね。だからね、あの覚えるのが本当に苦手なんだよね。特に動画で覚えるのが苦手で、先生に教えてもらったりとか直接振り入れとかがはでいけるんだけど、なんだけどその動画を見て覚えるっていうのができないんだよね。明日バリハヤだよ、明日やばすぎ。一度練習して一度ちゃんと眠ったら覚える。いやいや、それがね、私頭に入ってこないんだよね。寝たらもうすぐ忘れちゃうんですよ。鶏みたいな感じ。そう、なんかメンバーみんなちゃんと覚えてくれるんだけど、私本当に覚えらんないの。自分的にはでも完璧、これ完璧じゃんとか思って動画見てやるんだけど、全然できてないんだよね。100年先でもが何回見ても分からん。でしょ？それと同じ感覚。みんながさ、その何回 DMM とかでダンス見ても全然覚えらんないのと一緒。とかなんか体がそもそも硬いし、使い方が多分下手なのもあるんだけど、センスがないのもあるんだけど、例えばさ、一つの振り付けで左足を曲げますみたいな。でも右足はまっすぐ下までカクってこう横にこうクイッて入れ込む振りとかあると思うじゃないですか。あるするやん。それをやるんですよ。で鏡見てみんなと一緒に踊ると、私だけね同じことしてるのに形が違うんですよ。でも何をしてるか分かってるの。左足を曲げて右足をまっすぐしてますっていう。そうっていう、あのなんかみんなと同じことをやってるし、同じ原理も分かってるし、何をしてるかもちゃんと分かってるのに、なぜかできないんだよね。なんでかな、不思議だよね。私も結構不思議なんだよねこれ。本当にマジ困ってる。だからそういうことがリハって結構あって、私的には、例えば覚えてなくてみんなと振りが揃わないのは私が悪いと思うの、シンプルに。てか普通に覚えればできるんだけど、全然別に間違える数もない、てか超簡単な振り付けで覚えてるの、頭の中に完全にあるし、次何ですかって言われたらすぐパッて出てくるし、踊れますみたいな振りで、振りがちょっと違ったりするから、あれってなんで、えってなるの。僕のゴルフのフォームがまさにそれなんかさ、本当に自分自身疑ったよね。なんでだろうって、こんな超簡単な振りすら間違えるってなんだろうみたいな。本当に困ったもんだよね、マジで。結構困ってる。
いや困ってないと悪いんだけど、正直これに関しては振りを揃えるっていうあれがあるから。リハとなんとかまでの感覚が湧くと覚えた、絶対忘れる。イメージは出来上がってるけど再現、そうそう再現が下手なんだよね。なんでだろうね。そのできてないことをさ、やっぱこう自分でも自覚はもちろんしてるわけですよ。だからさ、ちょっとやっぱさ、なんか落ち込むよね。落ち込むっていうか、なんかなんでだろうってなるよね。まあでも練習あるのみですね、ほんとそんだけですよ。ゆうさんファイトありがとうございます。関節の可動域の違い、それは全然あると思う。私体がまず硬いんだよね。あと本当に使い方が変なんだよね。全部ダサいの。かわいい。この髪色いいな。合うな。茶色。この前髪の量がいいな。ガチ可愛いなこれ。しかもちょっと爪が短めなとこもなるさんっぽくて可愛いんだよな。爪伸ばすのあんま得意じゃなさそうだよな。可愛い。めちゃ可愛い。お守り、え、やだお守りぐちゃぐちゃにしちゃうよ。まだラジオ撮ってないよ。ラジオ次いつかな、撮るの5日とかかな。なんか皆さんいっぱいお便り送ってください。ラジオのキャッチ、ちなみにあれキャッチコピーとも書いてますけど、キャッチフレーズとかでも大丈夫です。例えばなんとかの音楽に乗せてとか、そういうのでも全然大丈夫です。まあなのでよかったら皆さん送ってください。仕事でえいくそうって思ったら中継の写真見る。革なしの靴下も、あ、あれか、熊本いた時のやつか。今日何してたの？リハしてました。リハして整骨院行ってスーパー行って帰ってきました。なんか内側のまつげがなくなってるぞ。なんかなんで、
今日は整骨院でね爆睡しそうになりました。また頑張って起きたけど。第五人格ない、第五人格配信多分音でバンされるんだよね。一回されたことあるんだよね確か。それは動物の森だっけ、なんかバンされたよね、マリオか。そうでもなんか第五人格ね配信とかしたいんだけど多分ね下手くそすぎて叩かれるんだよね、恐怖ばっかもらっちゃう。あとなんか知らないハンター増えすぎてどう対策していいか分かんない。だから今とりあえずあのゲーム実況の人のあの第五人格のその実況者さんのその使ってみたとかハンターとか対策とかの動画めっちゃ見てる。あつ森だったっけ、でもなんかマリオかなんかもバンされた気がする一回。最近は第五人格メンバーしてないから、マルさんと一緒に電話しながらやってる。テトマはまだ久しぶりに始めて2回目とかなんだけど、Let's fall in love って失敗してますけど、私が考えたわけではないです。約2ヶ月に1回って全然。あ、さっきからなんでハテナをつけずにそういう書き方するんだろうか。ハテナあったな、絵文字で真っ白なハテナがついてるわ。見えねえ。でも第五人格ねしたいんですけどコントローラーでできない。パソコンかスマホじゃないかな確か。まあとにかくでも第五人格とかね実況してみたいなと思いますけど、なかなか難しいよね。ついてる大学です。わかんない。まあでも聞いてみようとは思うけど。ちょっとどうなるかわかんないかな。 e スポーツやったことない。でもテニスとかやりたいよね。てか普通にテニスやりたい私。あと私人生で一回ゴルフやってみたいな。なんかさ紳士淑女のスポーツって言うじゃんあれさ。しかもめっちゃ金持ちしかできないみたいな、高いからいろいろ。そんなんやってみたくない。でもただそのまず始めるためのそのお金がめっちゃかかるって聞いた。ゴルフはそのバットじゃなくてなんていうキャラ打つやつ、なんかああいうのがめっちゃお金かかるから金持ちしかできないみたいな。紳士淑女のスポーツ私にぴったりじゃないか、この淑女の私が。クラブ、あ、そう、クラブ、クラブ、そう、やってみたいですね一回は。できるかは別として。スノーボード無理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 。私あのスキーダメだったもん、高所恐怖症だからそもそも。あとスピードが出るものを自分で制御できなくて、そうスピードが速すぎるものと高いとこ無理なの。だからジェットコースターとかダメなのよ。クラブ下がる方か、クラブ、バイオリン、ああはいはいはい。ジェットコースターマジ無理なんだよね、打ちっぱなしに混ぜて。でもさ全然できない素人が言ってもあれだからさ、誰かなんかこうできる人連れて行きたいよね。え、打ちっぱなしってさその自分のクラブ持ってかなきゃいけないの、一本ずつプレゼント送れないでしょ値段的に。クラブはしくじゃない、確かにクラブはしか、フーの方か。あ、貸してくれるとこもあるんだ。なんか一回ぐらいやってみたい。
中古はでもダメなんじゃない、そもそもプレゼントで中古ってダメな気がする。バッティングセンターは普通に行きたいよね。てか野球もしたい。私多分意外と打てると思うんだよな、その速くなければ。そのなんかアイドルが投げる球ぐらいなら全然打てると思うんだよな。フットサル、フットサルよりサッカーやりたい普通に。疲れるけど。みんな中古のクラブから始める。いやいやプレゼントでくれるって言うけど、中古は多分ダメだから。なんかスポーツしたい。ラジオのロケで、ラジオのロケでゴルフ、ゴルフ打ちっぱなし、カキーン。フットサルってオフサイドないんだ。弓道、弓道高校の時部活迷ったよね。弓道かチアか何だっけ、あとよくなんか料理じゃないけどなんか家庭科クラブみたいなのね、あれかで迷ったよね。運動系のバラエティに出たい。サスケはちょっと無理、私筋力はないの。ショートとか全然私前先生に私の硯をバカにされてから書道苦手。オフサイドトラップ知ってます。そう硯をバカにされたんですけど、うちさひいおばあちゃんが書道の先生とかやってたぐらい結構あれだったから、なんていうの、あのさ硯ってかさその書道セットみたいなのをさ学校で買うときにさ、プラスチックのその硯かガチなあの石みたいな硯あるじゃん、あれどっちにするか悩んで、それででもその基本的に友達とかはみんなあのそんな本格的じゃないそのプラスチックの方だったんだけど、私はそのひいおばあちゃんがまずそういう書道の先生とかやってて、でそっからそのパパとかもそれで習ったりしてたからめっちゃパパ字うまいんだけど、その影響で、ごめんちょっと皮むきすぎて血が出てきた。そうでそれでだからさ、私はなんかこう石みたいなやつになってたんですよ勝手に。頼む時なんか親がそうしたっぽくて、でそれでそのプラスチックみたいなやつは、いや炭すらないの今の時代はっていうのはね、私の時はすらずにもう墨汁で買ってたから、そうそう、でそのでそれでまあそのなんていうの、片付けの時に書道の時間が終わって、プラスチックの子とかはやっぱさプラスチックだから水洗いができるじゃん適当に、だからさそれでさ水洗いしてたから結構綺麗だったんですよ。ただ私はそのどうやってその石のやつって綺麗に片付ければいいか分かんなかったの、小学生の時の栗山さん。今ほど潔癖とかもなかったし、そうでとりあえずなんか紙とかで拭いてみたりとかしたんだけど、それ以外にどうやってやればいいか分からなくて、水洗いしてもいいかも分かんないし、なんか石だし、そうでもとりあえずそうやって一応自分なりにできることはやってみてたんですけど、やっぱそれでもさこう墨汁のさカスみたいなのがさこうへばりついたりするじゃないですか。でそれで書道の時間にじゃ片付けですってなった時に、ある日先生が私の硯を見て、わ汚いって。それが私めっちゃショックで、しかもやっぱさ
小学校の時の私なんて結構さ恥ずかしがり屋でさ、今ほどこうやってなんかネタにできる感じじゃなかったの。そう、今の私だったらさ、みたいな、どうやって石ってやればいいのとか言えるけどさでもさ、そう、汚いって女性の先生だったんですけど、そう、まあでも確かに汚かったのは汚かったですよ。で、なんかその水洗いしてもいいか分かんないから洗ったこともなかったし、拭いてたけどね、半紙で。そう、拭いてたし、ただやっぱこうさ、ちょっと残ったさ墨汁にさ、たまにその筆のさ、なんか繊維が 1,2 本とかついてたりしてさ、そのピョン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 とかなってなかったけど、まだやっぱちょっとひっついたりしてたじゃないですか。そう、ちゃんと掃除してるみたいに言われて、いやしてますみたいな心の中でもさ、みんなの前でそんな、みんなの前ってか別にみんなの前で晒し上げられたわけじゃないけどさ、やっぱ何人か聞いてる子はいるわけじゃん。でさ、パッてこっちの方見るわけじゃん。恥ずかしいじゃん、小学校の時のりなちゃん。今だったら何ともないけどさ、何ともなくはないけどさ。そう、でもそれで恥ずかしくてさ、それで結構書道嫌いになったんだよね。まあ、そもそも書道で私上手くなかったから、書道だから、まあ別にあれなんだけど、何歳ぐらいの先生、なんかね、先生っていうかその外部の、そのなんていうの、学校の先生っていうか外部のさ、その書道の先生がなんか何時間かに1回来るみたいな感じだったのよ。そうそう、でその先生で外部の方の女性の、まあ50代とか60代ぐらいかな、55とかじゃない、いいとこ、そうぐらいの方で、そう、その先生外部のな、講師みたいな方だったから余計っていうね、学校の先生じゃない、ないからさ、なんか何とも言えないっていうって感じ。そうだから、それでちょっと書道苦手になったよね。待って、ここ話せレブで、ここ拭いたら、ここめっちゃ甘い、ここの辺話せレブの味。そうね、マジ今だったら大問題だと思う。私たちの世代も多分みんなの世代に比べたら、みんなって息と吹くにしてごめんね、でもみんなの世代に比べたら多分結構やっぱモンペとか言われがちだと思うんだけど、でも多分今ほどではないと思う。割とまだ私たちの時代、小学生時代は、まあ、体罰とかはそこまで許されなかったけど、まだギリ残ってたと思う。ほんとギリね。そう、まだギリちょい残ってた気がする。今ほど、今に比べたら。まあ、ただその私の小学4年生の時の担任の先生が結構ひどくて、 そう、まあ、その先生のことなんですけども、その先生は次の年には教育委員会に送られてましたけどでもその先生はやっぱ結構体罰、今だったらもう完全にアウトだろうなみたいなことを結構がっつりやる系の先生だったか、男性の先生で。そう、まあ、だから多分その先生を例に出すと割と私たちもギリあったかもって感じ。何かあると鈴鳴らしますかね、チリンチリンって。怖すぎ。私の時代は小学校でスマホ持ってる人なんていないです。中学からですね、あっても。
小学生の時は本当子供の子供携帯みたいなと思ってる子がいたかなくらい。でもなんか最近 X で見かけた投稿でなんか最近の親は先生が何でもしてくれると思って何もしないみたいな、最低限家で教えなきゃいけないこと教えてほしいみたいな書いてて、で内容見たらなんかなんだっけ、箸の持ち方とかあとなんか挨拶とかみたいな感じのこと書いてた気がしたんだけど、なんか口の周り汚したら拭くとかさ、そういうの教えられないのかみたいな、忙しいのは分かるけどみたいな、でもそこは先生に任せるべきじゃないだろうみたいなこと書いてて、確かにいいと思いました。私自分で別に子供いらないって思っちゃう人なんですけど、理由が育てられないからなんですよね。絶対私叩いちゃうもん体罰宣言。私絶対無理だと思う。だから私さ、なんかやっぱさ結構子供が好きなメンバーも結構多いんですよ。そう、普通に子供のだから保育園とかの保育園とか行きたいみたいな、保育士さんになりたかったみたいな子とかもやっぱ結構いたりするし、女の子とか特にそうじゃん。とか赤ちゃんとか甥っ子とかの趣味と、かわいいみたいな。確かに甥っ子はかわいいんだけど、でも私絶対育てられないと思うんだよね。なんかその変な完璧主義だから子供に完璧主義を求めちゃいそうで、多分私ダメだと思うんだよね。そうなってくるともう私は多分ダメだと思う。全部やることなすことに文句言っちゃうし、全部完璧にさせないとダメかもって思っちゃう。人様に絶対迷惑をかけないように生きさせなきゃいけないみたいな。自分がやっぱさ、ちっちゃい時にさ迷惑かけてきた部分とかさ、自分は覚えてないけどさ親から聞いたさ自分の黒歴史じゃないけど、こんな悪行やってきた、悪行って言い方さあれだけどさ、人に怪我させたとか、そうあとお遊戯会の役を泣いて奪ったとかそういうのあったりするから絶対そんなことは自分の子供にはさせないみたいな。そう、でもさそれってやっぱさその子の個性が育たないじゃないですかってなってくると、やっぱそれって良くないなって思って、そういうの考えるとやっぱ無理だなって思うよね。あとシンプルに出産の痛みに耐えられる自信がないから絶対無理です。私は痛みに弱いので。そうだから私絶対無理だ。あとそう逆に放任主義とか許せないし、放任とか絶対できないと思う。私自分に何があってもいい人だけど、その仲いい人とか大切な人とか、なんか家族とかさ、それこそ家族とかもそうじゃん、メンバーとかさ、何かあったら嫌だなって思うから、自分は別に何起きてもまだいいんだけどっていう、まあ、痛いのは嫌だな、だけどだから子供とか絶対無理だと思う。二人で育てるから大丈夫じゃない、二人で。でも私はお金持ちが好きだから、お金持ちはやっぱお仕事いっぱいする人だと思うから、私が頑張るしかないじゃん。私が専業主婦で頑張るしかないんだと思う、お金持ちだったら。ベビーシッターでもさ、ベビーシッターに全部任せてさ、子供を任せるの前提で子供を産むって、それってどうなのって感じだけどね。それって子供好きなのって思っちゃう。自分の子だから自分の手をかけて育てたいんじゃないかなって思うんだけど、まあそれ例えば本当にお互いお仕事が忙しくて、なんていうの、
こう、まあ、だからちょっとのこの時間見てもらうとかなんかだけどさ、全部が全部さベビーシッターさん、まあまあいろんな家庭もありますからあれですけど、私はでもそんな全部が全部ベビーシッターに任せたくはない人なので、まあだから私は子供はちょっと自分では産みたくないですね。あとスーパーとか地下街とかでめっちゃ走り回ってる子供がバーンってぶつかってくると、この野郎って思うから絶対子供向いてない、私は本当に子供向いてない。見てるだけで、見てるだけというか写真とか動画で見てるだけでいい。いとこが2児の父、2歳と0歳の父ですよ。いやそれ忙しいよ絶対、それは思わないだけって。いや思うでしょ。じゃあその親が全くそれを見て見ぬふりするのが嫌だ。なんかそれで親の方がさ、すいませんみたいな感じだったらいいんだけどさ、携帯ポチ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 ってさ、子供のこと1ミリも見てなくてさっていう親が嫌だ。そう、子供がぶつかってくるのがまあ嫌は嫌けど、普通に親がそこは注意すべきだろうって思うし、ここは走るとこじゃないよとかさ、しかもそういうのってさ、例えばもしさ私にガンってぶつかってきた子供がさ、たぶんこけるじゃん。そしたら絶対子供が泣くじゃん。泣いたら絶対さ私の方にさ、何したんですかみたいな感じの目見てくるやん。絶対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 偏見だから、だが苦手なの偏見なんだけどね。回してくるんじゃない。いやだとしたら私が吹っ飛ばされちゃう。まあでも子供大好きな人は私と結婚できないです。なんでな、私が子供を別に自分の子供を欲しいと思わないから。僕の息子やけど嫌だよ、でかいよ、全然可愛くないじゃん。その姿でバブー言われても困るわ。まあそんなわけです。どんなわけって感じですけど、今と言うんだけど、いやお風呂がある、あと2試合ぐらい第5人格しようと思ってる。なんかもうちょっとで終わろうかな。
まあとりあえず明日は皆さん安全第一でイベントスポーツオブハート来てくれる人は気をつけて来てくださいね。私たちも気をつけて移動します。では13位、ゆびさんありがとうございます。12位、せいちさんありがとうございます。11位、ビービーさんありがとうございます。10位、あたりさんありがとうございます。9位、としさんありがとうございます。8位、つかささんありがとうございます。7位、ただのさかなさんありがとうございます。6位、まさみやさんありがとうございます。5位、長寿郎さんありがとうございます。4位、しゅんくんありがとうございます。3位、トリトンさんありがとうございます。2位、えかさんありがとうございます。1位、ゆうさんありがとうございます。あとめちゃめちゃ雨降ると思うので、ちゃんと寒いと思うから防寒対策、雨対策、あとカメラ持ってくる人はカメラの 防水対策してきてください。でカメラ持ってきた人は絶対に1枚はリナのことを撮ること、はい、みんなをいっぱい撮ること。では皆様、将来は夜かな、多分朝早いから。おやすみなさい。じゃあバイバーイ。